ゆりです。今回やろうと思ってる企画なんですけど、〇にまつわる企画をやっていこうかなっていうふうに思ってます。沼のパチンコの話があるんですけど、圧倒的ひらめきで沼を攻略していくっていう話なんですけど、攻略していった中で最後穴に入れば当たるっていうところまで来て、穴に入りそうな時に風のバリアでプシューって弾が弾かれるっていうような描写があって、跳ね返せる穴の周りにびっしり染み付けられた極小噴射光、そこから噴射される強風、この風のバリアーで。今回風のバリアーを再現したいなと思って、風って言えば風を吹かせる装置なんですよ。今回このエアコンプレッサーを使って、風のバリアを作って、ギリギリ弾が入るかなっていうところで弾を弾かした時に、なめたけとえにしが絶望な反応をするのかっていうところを検証していきたいなっていうふうに思います。ただ、ちょっと自分だけじゃちょっと力足らずなところもあるかもしれないんで、またメカの人を呼んで風のバリアを作っていこうかなっていうふうに思います。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すいません。はい、今回沼の風のバリアを、入賞を阻止したいんですよ。ああ、なるほど。やっぱ時代は風です。沼みたいな筐体うちにはないんで、はい、一応近いやつでウルトラジャンボ、あのピンボール、ピンボールで、穴に入れば当たるっていう。そうですね、あそこで風のバリアを出して、はい、近い感じとか作れるかなとは思います。ああね、早速もうどんどんじゃあ作っていきたいと思います。じゃあこれからエアコンプレッサーつないで機械の方を完成させていきたいと思います。エアコンプレッサーの方を取り付けます。前回同様、あ、ポーズ、ポーズつなげてもらって、あ、くっついたんでここに収納。次そのコンプレッサーから今度焼くものにつないでいきます。はい、上、おえ、連結させて、よし、閉まりました。あの、V 認証しやすそうな感じで見えるようにこれ、プラスチックがあるんですけど、なんだろう、外れに行きづらくするような感じで、配置して両面にこう貼ったんで、こう行くことがなくなるんで、実質的にここに行くと V に入りやすくなる。取り付けて、筐体に取り付けて、取り付けて、完成させて検証の方をしていきたいなっていうふうに思います。ます、はい、はい、じゃあ風のバリアの改造も終わりました。終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。名付けて、お、ウルトラ沼ジャンボ。ウルトラ沼ジャンボ。早速試していこうと思うんですけれども、はい、その前にいつ V 入賞するか分かんないと思うので、はいはい、真ん中に入った時にぴったりに押さないとバリア発動しないように、はいはい、これゆでさんの目押し力が必要になる沼スイッチです。これを押すと、押した秒数だけ風が動して続けるので、だからここに来て入りそうとか、やばいかなとき、これを押せばいい。押して、そして絶望させるという。ちょっと試してみます。試してみます。せっかく作ったんで。いきますよ。一乗はい、じゃあ風のバリア企画、一発本番なんで頑張っていきたいと思います。うおゆでです。なめたけです。えみしです。今回バーンウルトラジャンボをボーンと打てる、何々初登場ですね。一応今、年始、年明けたばっかなんで、お年玉企画。マジで電子だから、マジで、そう、2人が年も明けて、あ、去年も頑張ってきてくれたんで、ちょっとお年玉あげたいな、2人に対して。優しい先輩だな。ただタダであげるのはちょっと良くないかなと思ったんで、2人で一級 V 認証させたら、2人にお年玉。何これ、おー、めちゃめちゃちゃんとしたいや、マジかよ。で、見事に V 入賞させたら、お年玉ゲットっていう、もう本当に神企画。もう本当に神企画。っていう感じの企画になってるんで、夢をウルトラジャンボに掴み取ってほしいなって。
つもお世話になってるんだけど、お世話がもらえちゃうなんて。本当いいですか。いいよ。やった。入れようか。早速入れていきます。行きましょう。頑張れ。一発余裕。サメさん入れてください。行くぞ。胸を吹くんで。いやもう掴めよ若者たち未来を。じゃあエリシロアイズで行くぞ。行け。ゴーへ。はい、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 もう一回もう一回、ハンデつけてもう一回だけ話して。あ、いいよ、うん、まあもうハンデ何何するつもり。こんだけありゃって。いいな。埋め尽くしつつある玉が狂うん、すべてを圧殺しろ。マジで一球でも入ってたらちょうだい。いいよ。よし。見えない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 。おい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 。無理だわこれは。これは入って。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方いらっしゃいましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。またこの動画に対するコメントややってほしい企画等ありましたらコメント欄の方にどしどしコメントの方お願いいたします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。